ビクトリア湖は、ケニア、ウガンダ、タンザニアに囲まれたアフリカ最大の湖である、ナイル川の主流の一つ、白ナイル川の源流となっている。面積は68,800平方キロメートルと、世界第3位、アフリカ1位の湖水面積を誇り、湖の中には北部に浮かぶウガンダ領のセセ諸島や、南部に浮かぶタンザニアのウケレウェ島をはじめとする、約3,000の島々がある。 南北は最大で3 3 7キロメートル東西は最大で2 5 0トルである。周水域は18万4000平方キロメートルに、及び湖岸三カ国のほかブルンジ、ルワンダにまたがる。湖岸線は4 8 2 8トルに達し、そのうちの3.7%は湖に浮かぶ島々のものである。湖面はケニア、ウガンダ、 タンザニアの3カ国によって分割されている。ほぼ方形をしているが、北東部のカビロンド湾や南東部のスペケ湾、南部のムワンザ湾、南西部のエミンパシャ湾などいくつかの大きな湾がある。湖の総水量は約2750キロ立方メートルである。ビクトリア湖とグレートリフトバレービクトリア湖はちょうどグレートリフトバレーに囲まれているが、 ビクトリア湖の形成はこのグレートリフトバレーが原因であると考えられている。グレートリフトバレーは約1000万から500万年前から地表が隆起し始めたと考えられているが、ちょうどビクトリア湖の両側に隆起が発生し、その間が陥没することで湖ができたという説が有力である。14000年前には現在よりも水位が26メートル低く、周囲にはサバンナが広がっていた。 12500年前には最終表記の終わった影響によって水位は急激に上昇し、それまで閉鎖湖だったものが北のナイル川水系へと溢れ出した。この時にビクトリア湖は現在のナイル川水系に接続された。その後も気候変動により湖の水位は上下を繰り返した。ウガンダのカンパラ川から見たビクトリア湖面積は広い。ものの水深はかなり浅く。 最深部でも84メートルしかない。湖全体の平均水深も40メートルに過ぎない。これは周辺のタンガニーカ湖やマラウイ湖、アルバート湖のようなリフトバレーの裂け目に直接水が溜まった構造湖とは違い、リフトバレーの流気に伴い間接的に陥没した中間部分に水が溜まったものであるためである。周囲の降水量が多いため、 ブルンジから流れるルビロンザ川を合わせたルワンダから流れてくるカゲラ川などの多数の河川が流入するが流出河川は北部の神社から流れ出すナイル川しかないこのためビクトリア湖はナイル川水系としてナイル川の長さに形状されビクトリア湖に流れ込む河川のうちで最大最長のものであるカゲラ川のその最長の支流であるルビロンザ川の源流がそのまま ナイル川の源流とされている神社の流出口には記念碑が建てられているほか応援フォールズダムが建設され水力発電を行っているビクトリア湖からナイル川への流出量は毎秒600トンに上るビクトリア湖の受け取る水の80%が湖面への直接の洪水である湖からの蒸発は年間で 平均2.0メートルから2.2メートルであり、湖畔地域の降水量のほぼ倍量にあたる。湖水の滞留期間は約140年である。ケニア国内では、塩川、ゾイア川、ヤラ川、ニャンド川、ソンドミリュー川、モグシ川、ミゴリ川などがビクトリア湖に流れ込む。これらの川を合わせた流入量は湖の西側に流れ込むビクトリア湖水系最大の 支流であるカゲラ川よりも多くなる。このほかタンザニアでは、古東部にマラ川、クルメティ川、ムバラゲティ川、シミユ川、古西部では、最大支流のカゲラ川、ウガンダでは西部にカトンガ川などが流れ込む。これらの河川は、栄養塩類に富んでおり、ビクトリア湖を豊かな湖としている、北東部のカビロンド湾におけるホテイアオイの繁殖。2005年12月17日には、 水面が出ていたものが、一年後の2006年12月18日には、湾の大半が、ホテ葵アオイで埋め尽くされている。下は2006年12月17日の湾内の様子。びっしりと、ホテ葵アオイが湖面を埋め尽くしている1997年のキスム港。港が、ホテ葵アオイに埋め尽くされている。カンパラ南港、ゴバの船着き場。 湖で採れたティラピアを満載した漁船が港に着いたところであるビクトリア湖は代表的な古代湖であり、およそ100万年の歴史を持ち、多くの固有種が進化し生息する、ダーウィンの箱庭としても有名だが、近年ナイルパーチというスズキアモクアカメカの全長を2メートルを越す、肉食の外来魚が食用として放流されて定着し、湖の固有種が激減している。 ナイルパーチが放流されたのは1950年代、イギリス植民地政府の水産局の役人が導入したのが始まりとされる。1980年代には、ビクトリア湖北岸で大繁殖し、南岸にもその勢いで押し寄せた。これまでに、ハップロクロミス赤のシクリット数百種が姿を消し、そのうちの多くは絶滅したと考えられている。 また、ゲゲと呼ばれる固有種のティラピアも絶滅した。食用に加工されたナイルパーチはヨーロッパや日本へ輸出されており、ビクトリア湖周辺の地域にとって重要な外科学特源となっている。ナイルパーチによる生態系の破壊とその輸出で支えられている近郊の社会の貧困と後輩はドキュメンタリー映画ダーウィンの悪夢にも取り上げられた。もっともこの映画の内容に関しては、 事実に基づいていないとして、タンザニア大使が講義を行い、現地の専門家などからも疑問の声が上がるなど、信憑性を疑問視する声も多い。また、固有種とは別のティラピアも放流され、繁殖している。一方で、これらの漁業が沿岸地域の産業を支えていることは否定できない。ビクトリア湖での漁獲口は、タンザニアの総漁獲口の半分を占め、 インド洋などの海水面やタンガニーカ湖、マラウィ湖などをすべて合わせたものとほぼ同じである。ナイルパーチは主に輸出に回される一方、タンザニア国内で好まれ消費されるのはティラピアであり、湖畔だけでなく、海に面した首都、ダルエスサラームなどでも消費され、重要なタンパク源となっている。湖岸の都市には、ナイルパーチの加工場が立ち並ぶようになり、ナイルパーチ漁業の流盛によって30万人の 雇用が生まれたとされる。北岸のウガンダにおいても漁業は重要な産業となっており、2007年の国内総生産の実に12%、総輸出の7.0%を占め、水産物はコーヒーに次ぐ輸出品目となっている。ウガンダにはアルバート湖やナイルガーなどもあるものの、漁獲の大きな部分はビクトリア湖が占める。タンザニア同様に、ウガンダでも、 ナイルパーチとティラピア漁業は重要な輸出産業となっており、1990年代から韓国系やインド系の漁業会社が進出して、基幹産業の一つとなった。しかし乱獲によって、ナイルパーチの漁獲も激減し、1990年代の輸出が160万トンあったものが2008年には28万トンにまで減少した。南岸のタンザニア側においても、 ナイルパーチの漁獲口は減少気味で、ムワンザ市の水産研究所の調査量においては、1998年には91%にも上ったナイルパーチの漁獲比重が2005年には69%にまで低下し、その減少分は一時減少していたシクリットの回復によって埋められた。赤道直下にある湖では水温が高いため嵐が発生しやすく、 突発的な強風による高波で小型船が破損、転覆する事故が多く、毎年約5000人の漁民が命を落としている。湖の中には重血球中がいると言われ、泳ぐことはできない。もともと浅く、固定とコメントの対流が活発に行われる上、栄養塩類も周辺河川より大量に流れ込むことから不栄養庫であり、透明度も低く、 多くの漁獲を湖岸住民にもたらしてきたが、近年では、キスムやムアンザ、カンパラといった沿岸都市からの生活排水、沿岸の農園や牧場からの水の流入、沿岸域の湿地の開発による消失などによって、湖水が著しく、不栄養化し、それによって、ホテアウイやパピルスなどの外来種の水草が大繁殖したことにより、交通や漁業に支障をきたした。 さらに1980年代末からは赤潮も発生するなど水質を抱くも問題となっている。この環境悪化を食い止めるために世界銀行の主導で1994年より沿岸参カ国によって保定青いの制御などを目的としてビクトリア湖環境管理プロジェクトが実施された。ビクトリア湖東端、ケニア領のルジンガ島ではおよそ2300万年から1700万年。 前のルジンザル・プロコンスル族の化石が1948年に、個人類学者のリーキー夫妻によって発見されている。最も早く、ビクトリア湖周辺に住み着いた民族は、三人やピグミーであったと考えられている。その後、紀元前1000年頃に、バントゥー系民族の大移動の第一波がこの地方に到達し、進んだ農耕文化を持つバントゥが、 両民族を駆逐してこの地域の主要民族となった。この頃から紀元前500年頃にかけては、東岸のウレウェ遺跡などを中心としたウレウェ文化が栄えた。紀元前3世紀頃には、鉄器の製造技術が到達し、ビクトリア湖地方は、鉄器時代を迎える。12世紀から15世紀頃には、ビクトリア湖北岸において、現在のようなバナナ栽培文化が確立した。 15世紀末には北の現在の南スーダンのナイル川沿いにいたナイルサハラ語族のないロート系諸民族が湖畔への南下を開始し19世紀まで断続的に南下して両人などのないロート系民族が湖畔東部に居住することとなったビクトリア湖に関する最初の記録はアフリカ内陸部に金や造形などの交易路を持っていたアラブ人交易商たちによるものである 1160年頃の地図において、すでに、ビクトリア湖の詳細な表現がなされており、ナイル川の水源であることも示されていた。1500年頃から、北岸において、王国の形成が始まる。最初に、大きな勢力を持ったのは、北西岸にあった、ブニョロ王国であったが、やがて北岸の肥沃な地域を領するブガンダ王国が、勢力を拡大し、 北岸から北西岸にかけての地域を占有した。19世紀に入ると、オマーン王国の支配下に入った、海岸部のスワヒリ諸都市が内陸部に盛んにキャラバンを派遣するようになり、ビクトリア湖沿岸全域がスワヒリの交易圏に入った。リンガフランカとしてスワヒリ語が湖岸全域に広まったのもこの頃のことである。キャラバンは奴隷や造毛といった特産品を モンバサや我がモヨといった海岸諸都市へ運び、さらには沖合のザンジバル島からインド洋交易ルートに乗せられた。バートン、スピーク、グラントの探検経路ヨーロッパ人で初めてこの湖の存在を確認したのは1858年イギリス人の探検家、ジョン・ハニング・スピークである。彼はリチャード・フランシス・バートンと共にナイル川の水源を探す探検を行い、 タンガニイカ中央部の風にたどり着く。ここで二人は、北に、ニアンザ湖、西に、ウジジ湖と呼ばれる大きな湖があることを聞いた。二人はまず西から探検を進めることとし、1858年2月13日に、ウジジ湖を発見した。その後、体調不良のバートンを風に置いてスピークは、探検を進め、1858年8月3日、ムワンザで、ビクトリア湖を、 発見した。この湖は、現地の言葉で、ニアンザコまたは、ウケレウェコと呼ばれていたが、この湖をナイル川の水源だと信じたスピークは、時のイギリス女ヴビクトリアの名を取り、ビクトリア湖と命名した。しかし、湖から流れ出る川を確認することはできなかった。スピークとバートンは合流し、帰路に着いたが、ナイル川の源流については、意見が合わず、 勝手に公表をしないように両者で申し合わせが成立した。しかしスピークはバートンより先にイギリスに戻り、1859年5月8日に二人の冒険について王立地理学会で講演し、ビクトリア湖がナイル川の水源であると主張した。これは大反響を巻き起こしたが、スピークの探検では湖がナイル川の水源であることは確認できなかったため、 タンガニーカ子がナイル川の源流であると考えるバートンとビクトリア子がナイルの源流であると考えるスピークの大論争が勃発した。この論争に決着をつけるべく、スピークは再びビクトリア子探検を企て、ジェームズ・オーガスタス・グラントと共に1860年9月にザンジバルを出発し、西へと向かった。病に倒れたグラントを残して彼はさらに探検を進め、 1862年7月28日、ビクトリア湖北岸の神社から大きな川が滝となって、北へと流れ出していることを確認した。スピークはこの滝をリポン滝と命名し、これでナイルの源流論争に決着がついたと考えたが、流路を完全に確認したわけではなかったために、論争はなおしばらく続くこととなった。ナイル源流問題は、 デイビッド・リビングストンなども巻き込んだ論争となったが、リビングストンは、ナイルの水源はさらに南にあると信じ探検を行ったために、ビクトリア湖を訪れることはなかった。この問題に決着をつけたのは、1875年、アメリカの探検家ヘンリー・モートン・スタンリーによってである。スタンリーは、リポン滝の存在を確認した後に船で湖を一周し、これによって、ビクトリア湖が、 ナイル川の水源であることが確認された。探検がほぼ終了すると、間もなくこの地域もアフリカ分割の対象となった。きっかけは、ビクトリア湖の春か北、スーダンで起こったマフディ戦争であった。1881年に、ムハンマド・アフマドが起こした反乱は1885年には、ハルツームを落とすまでになり、エジプトは一旦スーダンからの撤退を余儀なくされる。 しかしその撤退地域のさらに奥、エジプト最南端の赤道州の州都ゴンドコロには、総督エミンパシャが残留しており、孤立しながら、なんとか独立を保っていた。エミンパシャは本名をシュニッツァーというドイツ人であり、彼を救出すると称して、イギリスとドイツがそれぞれ軍を派遣したのである。北からは、マフリー軍によって近づけないため、この救出作戦は、 南のビクトリア湖方面から進められた。救出作戦自体は、ヘンリー・モートン・スタンリー率いるイギリス隊に軍配が上がり、1889年にエミンパ社は救出されて、赤道州政府は滅亡した。これに対して、ドイツ対はで遅れたが、代わりに、ウガンダ王国と友好条約を締結するなどしてこの地域に進出を図った。このドイツの行動に対し以前から、 ブガンダと接触を持っていたイギリスは反発したが、結局1890年8月10日、ヘルゴランド・ザンジバル条約により、何一度の線に両国の境界線が引かれ、ブガンダなどのビクトリア湖北部は、イギリスの勢力範囲、それ以南はドイツの勢力範囲となり、ビクトリア湖は南北にほぼ二分された。これに基づいて、イギリスは、ブガンダ王国やブニョロ王国、トロ王国、 アンコール王国といったビクトリア湖周辺の国々と条約を締結し、1894年にはウガンダ保護領が成立した。同時にドイツも南岸の攻略を進め、19世紀末にはドイツ領東アフリカが成立した。植民地経営に乗り出した両国は積極的な開発を進め、特に北岸のウガンダにおいては綿花の栽培が重要な産業となった。 西のブコバでコーヒーの栽培が始まったのもこの頃である。1902年にはリフトバレーの冷量な高原地域を黒人の発言力が一定量あるウガンダから白人によるホワイトハイランド化が進みつつあったケニア領に移すことを狙ってウガンダ保護領の東部州が東アフリカ保護領へと移管され、これによってキスムをはじめとするビクトリア湖北東岸はケニア領となり、 ウガンダとタンガニーカで二分されていたウィクトリア湖は、ケニアも加えて三分割されることとなった。第一次世界大戦では、アフリカ戦線の戦場となり、ドイツ軍のパウル・フォン・レッド・フォルベックが古城に、創設した召喚隊は、イギリス軍を悩ませた。その後、第一次世界大戦にドイツは敗北し、1919年のベルサイユ条約によって、ドイツ領タンガニーカは、 イギリスの国際連盟委任統治領となり、ビクトリア湖全域がイギリス領となった。大戦後、イギリスは湖岸の三植民地の合同を進め、1922年には関税同盟を結成して、共通関税と域内障壁の撤廃を行った。さらに東アフリカシリングを共通通貨としたため、ビクトリア湖公益はこの時期左官になっていった。一方、 三植民地の政治統合は、白人入植者が実権を握るケニアに対し、タンガニーカとウガンダが懸念を示したため実行されずに終わった。第二次世界大戦後、1961年にはタンガニーカ、1962年にはウガンダ、1963年にはケニアが相次いで独立し、ビクトリア湖周辺はすべて独立国家となった。 ビクトリア湖周辺の人口密度の推移、アフリカ大陸全体と比較したビクトリア湖周辺の人口密度の推移ビクトリア湖周辺は特に北部に肥沃な平原が広がっており、南部にも平原が東部と西部は丘陵に囲まれているが、総じてなだらかな地形であると言える。また、周辺には山岳地帯が多く降水量が多い地帯であることに加え、 ビクトリア湖から蒸発した水蒸気が雨をもたらすため、湖周辺は年間降水量が1200ミ、mm、リメートルを超え、濃厚に適している。そのため、ビクトリア湖岸地域は東、アフリカ有数の人口密集地となっており、人口密度は2010年には1、平方キロメートルあたり200人を突破し、なおも増え続けている。5カ国にまたがる、集水域。 の人口は2500万人に上る。湖岸には、最大都市である北岸のウガンダ州とカンパラをはじめ、北岸ウガンダのエンテベや神社、東岸ケニアのキスム、南岸タンザニアのムアアンザやブコバなどの大都市が、点在している。周辺では、特に輸出用作物として、綿花やコーヒー、砂糖キビ、東岸のケニア料の茶、自給用作物として特に北岸や西岸では、 バナナ全域でトウモロコシやソルガムなどが栽培されている。民族としては、ウガンダに属する北西岸のアンコーレ人、北岸のガンダ人、その東のソガ人、ケニアに属する北東岸のルオー人やルヒア人、カレン人人、タンザニアに属する南岸のスクマ人やニャムウエジ人、西岸のハヤ人などが大きな民族グループである。 神社にある応援ホールズダムは1952年に建設されたもので、この地域最大のダムであり、ケニアへと電力を輸出している。また、このダムの電力によって神社は長く、ウガンダ最大の工業都市となり、繊維産業や製陶業が発達した。また、南岸のムワンザは、綿花栽培地帯の中心地であり、綿織物工業などが立地している。 ビクトリア湖周辺で使用される言語ビクトリア湖は周辺3カ国の領海であり湖水部分も明確に自治体によって分割されている。ウガンナでは本土側に西からリャントンデ県、マサカ県、ムピジ県、ワキソ県、カンパラ県、ムコノ県、神社県、イガンガ県、マユゲ県、ブギリ県の10県、並びにマサカ県の東沖合に浮かぶ施設諸島を領域とする。 カランガラ県の合わせて11県によって分割されている。ケニアでビクトリア湖の湖水面を持つのは北の西部州と南のニャンザ州の2州である。タンザニアのビクトリア湖は東からマラ州、ムワンザ州、カゲラ州の3州に分割されている。古城大くホブ船、ビクトリア湖は国際水域であり沿岸三国の交通のようとなっている。キスムやカンパラ、ムワンザ、 ブコバなどを起点として、湖畔の拡張村や湖に浮かぶスセ諸島、ウケレウェジ前の便が発着し、また上機4都市間などを結ぶ、国際便も就航している。2002年には、ムワンザ港で12万7千人、ブコバ港では6万8千人の乗客があった。しかし近年では、化石災や老朽化による事故も伝えられ、1996年には、フェリーブコバ号が、 定数の3倍以上の火星記載により沈没1000人以上の死者を出した。その後も状況は改善せず、2010年にはウガンダ領海内でフェリーの転覆事故が発生した。ビクトリア湖は古くから沿岸諸民族の交易ルートとなっていたが、本格的な交通の整備が始まったのは1901年に、 イギリスによって建設されたウガンダ鉄道が西岸のキスムに到達して以降である。これにより湖周辺の農作物の安価な輸出ルートが明け、周辺の農業開発は急速に進んだ。キスムの鉄道交通に接続した湖上交通が盛んになったのもこの時からである。鉄道はさらに視線を伸ばし、1931年には北岸のカンパラにまで到達。これによって、 湖北岸のウガンダ南部地方では、綿花栽培が盛んになり、ウガンダ経済を支えるようになった。一方、南岸においてもタンガニーカ鉄道が1928年にムワンザまで到達し、湖から外部への主要ルートの一つとなった。オーエンフォールズダム、白ナイル川の流出口である、植民地時代にはこの湖畔はすべてイギリス領となっており、そのため交易が盛んであった。 独立後も沿岸三政府間では関税協定が結ばれ東アフリカ共同体が結成されて経済統合を目指しておりその内海であったビクトリア湖経済も活況を呈していたしかしその後三国の路線対立が表面化しウガンダの政治の混乱や三国の経済の低迷により交易も停滞しさらに三国中最も経済の発達したケニアが 一方的に有利な協定であるとの不満が、タンザニアには根強く、1977年には、共同体はついに崩壊。同時にタンザニアとケニアの国境が封鎖され、両国間の行き来ができなくなった。さらに、1978年には、ウガンダのイディアミン大統領がタンザニアに侵攻し、これに反撃したタンザニア軍が、ウガンダの首都、カンパラまで攻め寄せ、占領した。 このウガンダ・タンザニア戦争によって、両国の経済は疲弊し、これらの動きは、交易に大打撃を与えた。その後、三国間の関係は復活し、1983年には、ケニアとタンザニアの国境が解放され、2001年には、東アフリカ共同体が再結成され、2005年には、関税同盟も締結された。これにより、交流もまた戻りつつある。 1994年により世界銀行の主導でビクトリア湖環境管理プロジェクトが実施され貧困削減と持続可能な開発を主眼に置いて開発計画が実行に移された。またビクトリア湖はナイル川水系に属するため下流域との関係をも考慮に入れた総合的な開発計画の策定が望まれていた。そこで1999年2月にナイル川 流域西アチブが流域9カ国によって結成され、ナイル川の総合開発や水資源の配分について総合的に話し合う場となった。しかし水配分の既得権が最下流のエジプトに非常に有利になっているため、ビクトリア根岸諸国などの上流域の不満は大きく、2010年5月にはナイル流域協力枠組み協定という新協定が提案された。 これは他国に影響を与えない範囲で、自国内の水資源を自由に使えるようにするもので、上流域諸国の広い支持を得たものの、下流にあたるエジプトとスーダンは、水の割と量源につながるとして、これを拒否。一方上流域にあたる、湖岸三カ国並びにルワンダ、およびエチオピアはこれに署名を行い、今後民主共和国や、ブルンジも支持を表明して、両陣営間の対立が表面化した。 2009年、古東部に浮かぶミギンゴ島の領有に関して、ケニアとウガンダの争いが活発化し、衝突寸前となった。ビクトリア湖の水位の変動2008年3月の報道によると、水位が下がり軽流されていたボートが陸に上がってしまったり、湖岸に幅10メートルから20メートルの草地が続いていたという。NASA などの衛星データによると、水位は ピークの98年から1.5メートル下がっており、90年代の平均と比べても50センチメートルも低くなっているという原因としては、高雨量の減少と下流にあるダムへの過剰な流出があると指摘されている。日上がりかけた水たまりには、蚊の幼虫が泳ぎ、マラリアが飛流高地だったケニア西部の高地にも多発するようになっている。一方で、雨季水変動図に示されるように、 1960年代初期のタウキによって、ビクトリア湖の水位は2メートルほど上昇しており、以後も以前に比べて高い水準のままであった。それが元に戻りつつあるだけだとも言える。ありがとうございます。